50年前の今日です、これ、はい、いわきナインが凱旋起業。<laughs> これがこの後、驚きの映像です、はい、次々出てきます、この人、名古屋駅前、すごいツイッターでこういうメッセージ、えー、当時3歳だった私は親に連れられて、はい、名古屋駅前で旗を振りながら見てました、すごいここにいたんだ、もう大スターですね。大スターでです。すごいでしょ。う もっとすごい人がたくさん出てきます、これ、おそらく市役所前だと思うんですけども、<ー>この人、これ、<laughs> すご<い>なんか嵐とか金メダリストみたいな、いそう本当、オリンピックのパレードみたいな、ね、変わらないですよね、実はこの年の4月にです、ね、でいわき市の炭鉱が閉山しておりまして、<ー>いわきナインの活躍が希望の光を与えてくれた、うん、ということだったんですよね。はい、さあその高校野球なんですけれども、はい 史上最多6回の10円ということで今年は本当にコロナと台風に泣かされてる、はい、だから本当に明日のあのと日大東北のナインの活躍私たち本当に応援していいと思います、はい、で日程見てみる,ると雨で123456で,、はい、でこのあとですね休養日が1回しかないんですよ、はい、だからこのあと1回また中止になっちゃうと休養日なしで もうずっとやっ、試合が続くことだから、ピッチャーがあの1人しかいないとか、あの大黒柱が1人しかいないチームは大変になってくるなというところなんですよね結構高校球児ありますからね、そうなんです、そういうチーム多いから。うん、明日日なんですが日大東北と近江 激しい雨がまた来る。明日もですか。だから明日も難しいかなか。仮にやったとしてもですね、うん、途中で中断とかが挟まれる可能性もあります。うん、明後日以降はできるけれども、明後日以降もやっぱりですね、闇間のある雨が降りそうなんですよね。うん、で心配なのはやっぱり選手たちがずっと、はい。 甲子園の周辺にいるわけですから、はい、経費もかかっちゃう,そうです、ね、甲子園に出場した場合の経費はどうなるのか、はい、主催者から補助はあるのかどうかなどをです、ねうん、皆さんと見ていきたいと思います主催者から補助はありますあるけれども、はい、選手、監督20人に対し1日4000円の宿泊費補助なるほど福島から大阪新幹線飛行機の往復費は補助されます、はい、しかしそれ以外は、はい、今大会のスタッフの1チームの関係者の人数これ決まってます これだけのメンバーがまあ甲子園行くわけなんですけれども、うん、実はこのメンバーの経費はこの主催者から出ない。あ、そうなんですか。じゃあどんなことにその他お金がかかるのかなんですか。はい、いろんなものにかかります。あのグラウンドの使用料とか練習用のね、うん、応援グッズだとか、はい、記念品だとか、これ、うん、甲子園に出ましたよ。はい、記念品やあの何年大会出ましたよ。結構タオルとかありますからね。だから、はい、大会が終わった後もかす。 かさむそうな,んですなるほどでは一体この経費、はい、誰が出してるのかどれぐらいかかるのか、うん、気になりません気になりますね支出はじゃあどれぐらいなのか、はい、実はですね一昨年春の選抜高校野球に出場した学校の決算書、はい、これをですね手に入れまして支出、はいねええ、どれぐらいなのか見てみましょうか驚きですこれだけかかります、えー、野球部の経費遠征費備品代応援経費アルプスチケットの入場代<わ>事務局の経費が特に あの,この辺ですねあの例えば寄付してくださいよという発送費なんか1000万円かかるそんなにこれ合わせてどれぐらいなのかというと、はい、これ驚きです合わせて4632万円の支出お更新はお金かかりますじゃあ収入はどうなのか、はい、これ誰がじゃあ払うのかなんですが、うん、収入は実はですねはい寄付金というのがあります。 7946万円も実は卒業生から多額の寄付があったみんな応援しててくれてるんですね余ってますよね、はい、3000万ぐらい、はい、結局余ったお金で送られて劇場を作りまった <laughs> なるほど。だから OB の強いところはこういうのがありますけどもねどそれ以外のところはちょっと厳しいかもしれません。